はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。ストーカーロストアルファの続きをプレイしていきたいと思います。前回クラッシュしてしまったので、その続きですね。クイックセーブして、来てる、手ぶれだ。よし、クイックセーブ。一人やったらクイックセーブするぐらいで。あのフリーダムの人と一緒に突入してもいいんですけども、多分彼死んでしまうと思うんで、少し数を減らしてから。わあ、いっぱいいる。硬いな、頭に当たらないとやっぱり。当てる。ふう、こっち側にもいるな。ちょっと強い球を。この正面突破は自殺行為なんで、あ、見える。下に漁ってる。売れるな。あれ、これ金網。玉詰まり。オッケー。で、クイックセーブして、難しい、これ。また玉詰まり。おお、また玉詰まり。ちょっと待ってくれ。よしよし、奥にもいるな。待って、ちょ、これ状態は？うわ、
ウィンター誰かな、すぐ消耗するのかな。だとしたらちょっと使いづらいな。当たらん。一発当たったけど、よしよしよし、すごいブレる。よし、ちょっと待てよ、これちょっと弾というか銃違うのに一回変えて、しまう、弾もしまって、スナイパースナイパー TRS 使ってみましょうか。だいぶ数は減らしたと思うんですけどね。ああ、奥にもいるな。届くかな、これ。当たる当たる当たる。こっちの方がいい。よしよしよし。はい、ということですね、ちょっとクラッシュが起きてしまうんで、もしかしたらこう余計なことをしているからなのかなと思って、一度ちょっと前のセーブデータからやり直して、これからあの連絡係に会うところですね。で、前回取れたそのキャベツみたいなアーティファクトは今回取れなかったんで、それがちょっと心残りですけど、今回ちょっと余計なことをしないで、この方と一緒に、誰も乗っていない。
うん。お前の後に続く。あ、やっぱりこれを見ないとダメなんですかね、やっぱり。あれ、あの人の車今。ミュータントたちが、まあ、ブローアウトが来るのを察して暴れ回ってて。お、行くか。で、俺は何するんだっけ？いいのかな？この人についていけば。キャベツアーティファクト欲しかったな。どこら辺で出てきたか。よし、狙撃手は倒した。おお、キョ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 、無茶すんなよ。ここから入るのか。おお、やるじゃないか。よし、取れるものは取っていこう。ミュータントの素材もできれば。もう1分しかないよ。から撃たれてる。いたいたいた。死ぬ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 , 死 ぬ, 死 ぬ, 死ぬ。あそっか。オッケーオッケー。なんか自爆したぞ今あいつ。よし、いいんじゃない？これでブローアウトが来て、またフラッシュバックだ。うん、一度チェルノブイリまで ブレインスコーチャーのとこかな。いやー、喉が渇いてる。で、ご飯も食べて。基地を攻撃してアーティファクトを手に入れろ。マッドドッグ。マッドドッグを殺してアーティファクトを回収。こっちですか。了解。の前に
いろいろとちょっと探索して、あのおじさんはどこ行ったんだろう。ああ、まだミュータントが、あ、コンタクト連絡係死んでるな。よかったのかな。とりあえずいただけるものをいただいていこう。弾抜き取る。仕方がない。はい。ということで、この辺のですね、アイテムなどを回収し終わったところですね。兵士の死体とか、ミュータントの死体からいろいろ回収できて、一旦まず荷物がいっぱいになったので車に戻ったんですけども、結構物資が充実しましたね。弾も取れましたし、スナイパーライフル SVD だったかなっていうスナイパーライフル、多分あんまり使わないと思うんですけども取れましたね。で、ミュータントの素材も手に入ったんで、後でお金に変えようかなと。で、ここ、コンタクト、連絡係が死んでしまったこの建物ですね、の2階に、これですね、ツールがありましたね。で、これ後で、ニンブルさんには確かこのツールも渡してあるんで、違う人に渡そうかなと。で、大体回ったんで、マッドドックを殺してアーティファクトを回収。ここですね。ナイトビジョン、この辺にいるはず。あ、いた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 。オッケー。クイック。ん？待って、なんかいる。なんだ？ミリタリーが来た？お？グレネードランチャー付きの SGI。でも、いらないかな。グレネードランチャーとスコープ取り外して、弾を抜き取って捨てよう。で、あ、これですかね。マッドドックスアーティファクト。このアーティファクトを使用にあたっては、致死量の放射線を中和する必要がある。これをじゃあ、タスクアップデート。次は、ゴーストにクリスタルを持っていけ。よし。
わあ、ミリタリーが出始めてしまった。待てよ。あっ。はい。地雷が。危な死ぬ。オッケー。おお。ああいるな。ってした方がいいのかな。いる。痛い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 。強い強い強い。から撃たれてるかわからない。来た。オッケー。クイックセーブして、まだいる。まだいるな。こっちめ。あ、痛い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 痛よしよし。おお、強いよ。ふう。で、こっち側にもう一人行ったんだよな。
どこにいる？死ぬ。うわあ。くわー。強いな、やっぱり。二人いる。距離を取ろう。2人いるんだけど、あ、いた。よし、まず1人はやった。おう、もう1人どこかにいるはず。もうこいつこれ使ってたのか。通りでさっき一気にやられたわけだ。もう一人どこだ？あ、こっち側か。この辺にいるはずなんだけど。おお、射撃能力がですね、半端じゃない。よし、あー、これで全員やったんじゃないかな。ああ。オッケー。じゃあ、ゴーストのところに帰りますか。の前に、キャベツ型のアーティファクト欲しいんですよね。転がって、てきたんですよね。どの辺だったかな。あれはランダムなのか。今回は取れないかな。
あ、やばい、車で、そっか、車持ってこなければ。ですね。死ぬ。あのケツ野郎は死んだのか。マトドクを殺してクリスタルを手に入れてきた。だがコンタクトは死んでしまった。ブロワートにやられた。ならうだうだしている暇はない。そいつをヤンターに持っていけ。俺は薬が効いているんでお前についていけるような状態じゃない。何の薬だろう。ぶっ飛ぶやつかな。新たなポイントを受信。新たなタスク、アーティファクトを持ってヤンターのところに戻れ。うん。はい。では今回はですね、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。